はい、ただいま、午前8時56分ですね、これから第1投目始めたいと思います。ただいまの仕掛けが、針グレーバリの5号、ハリス2号ですね。ハリス2号を、1ヒロ半です。そして浮きは005、若干多少沖の方風が吹いてるんでですね、005にしました。で、誘導を、何センチ、20センチぐらいかな、20センチぐらい取ってますね、誘導は。仕掛けに重りは一切打っておりません。完全深瀬です。餌取りはほらもうこんな感じですから、見えますかね、餌取りはもうこんなんです。これで今、沖の申し掛けの方、あの辺りまですぐに餌取りが回っていきます。道糸は2号ですね。おっとっと、ありましたね。ちょっとメジナですね。ほらこのサイズなんですよね、メジナ。ほらいい当たりでしたけどね。お腹の子ですね。脇田さん来ました、お腹の子。一広半のね、大体棚でもうこれが来ますね、お腹の子です。よいしょ、それから、あ、これかね、当たったけどな、当たるか。背を上げるためにはコマスはどんどん打ち続けるしかないですからね。シャタッ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 、青物っぽいね。なんだこれ、あ、まあまあ型あるよ。あ、メジナっぽいね、メジナだね。お、メジナだね。おお、いい、元気元気やったね。ほらほらね、型はそうでもないですけどね、足裏サイズかな。ちょっと振り上げます。よいしょ、ほら少しサイズアップしました。足裏サイズまで来ました。脇田さん、足裏サイズまで来ました。らだから27、8はありますよ、これで。さあ27、8、あー、ごめんねーごめんねー、もう1回、はい、ごめんね、ちょっとサイズだけ測らせてね。まあ、これで27、8ですね。27、8ですね。28センチ。はい、ありがとうね。はいはい、また大きくなってから入りましょう。あの沖の方、大きな波紋が出るので、おそらくあれは餌取りじゃないと思うんですよね。今ちょっとその波紋の方に投げてます。ほら波紋ありますね。あれ脇田、あれ浮きぐれだね。おひやくん、3の字かけてやりましたね。いやー、なかなか手強いやつでしたね。3の字の、なんかわかんない、20センチぐらいの3の字かけて、もっと出なかったですよ。なんかここになんか竿の先がありますけど、これ大丈夫ですか。これ気のせいじゃないですよね。これ竿の、これ竿の先ですね。よーくこうやって見てみると変なとこから出てます、ね、あら、穂先ないですね。ようやく来たね、メジナ。いいとこかかってますね、このサイズがね、このサイズが上まで上がってきてるんですよね。もうちょっとサイズアップ目指して頑張ろうか。
今ハリスはもう一広ぐらいしかないですね。今一広ぐらいの棚で、まあ、メジナが浮いてるのはもう見えてるので一広の棚でちょっとやってみますけどね。餌取りはもう相変わらずスズメダイ、念仏ダイは元気です、ね、メジナどうですかね、カメラには映ってないですかね。手のひらサイズぐらいのはもうその辺に見えてるんですけどね、今ね変更グラス越しには見えてます。まあその下にもね足裏サイズ30センチ近くあるのかな、見えてますね。あ、入った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 。お、これはなんだ、アイサトリかな。あー、なんだこれ、いい当たりだったんですけどね。いい当たりではありました。マダイの子ですね、マダイの子、チャリコってやつですね。ほらマダイの子です、ね。まあ、さっきあの仲間もこれは釣ったんですけどね、このマダイの子が結構餌取りに混ざってますね。これはい、マダイの子でした。当たり当たりですね。あそこからよし押した。これはだけどメジナっぽいですね。おお、メジナだ。やったー、けど小さいですね。このサイズなんですよね、上まで浮いてるのが。よいしょ、ちょっと久々に見たメジナですけどね。ほら、長メジナのこのサイズですね。このサイズいい当たりですよね。お長い、このサイズでもいい当たりなんですけどね、思わず期待してしまいます。風が今、ちょうどこの向きで真正面から吹いてますね、南西、西南西ですかね、の風ですね。当たってましたね。さっぱりだ、スズメダイか。わかると思うんですけど、これ風がかなり強くなってきたので、まあ、西南西ですかね、南西から西南西の風が強くなってきたので、針は今グレバリ5号、ハリス2広ですね。そして、誘導は1広取ってます。そしてこの浮きがですね、まあ、俗に言う2段浮きですね、水中浮きが B、上浮き、当たり浮きは J3 という仕掛けです、僕結構あの風が強くてやや深めの棚を狙うときはよくこの仕掛けにするんですけどね、まあ、正直もうほぼこれ向かい風なのでこの中で釣るにはこれが一番いいですね。一広ぐらいの棚を釣ったりするんであれば全然問題ないんですけどね、ちょっと棚も深めを狙いたいので、ですので今これ三広の棚ですね。お、やったか、来たね。そう、そのサイズがねやっぱ多いよね。うん、強すぎる、風が強すぎます。あ、当たりましたね。下が伸びません。肩がですね、このサイズがやっぱり上まで見てくるんですけどね、これからですね、肩が伸びませんね。よいしょ、はい、ありがとう。どっかでコマセと仕掛けは合いますけどね。鼻馴染んだか、馴染んでるか。入りましたね、入りました、入りました。乗りました。なんだこれ、あー、これも同じサイズぐらいのメジナかな、同じサイズかな。そうですね、
おりゃ、ちょっとサイズアップしたか。よし、とりあえず30はないかな。30あるなしぐらいですね。一応これ測って、ごめんなさいね、30あるかな。一応スカリにキープするか。一応30ですね。ね、30ですね。スカリ来ました。お、このスカリ大丈夫かな。ウツボは偉いですね。秋田くんやったね。30センチぐらいあるんじゃない？ちょっと測ってみようよ。そのまま乗っけてみて。ないね。ないっすね。ないね。全くないっす。はい、ありませんでした。すいません。じゃあリリースしてください。はい、最後の夕まずめちょっと頑張ってやろうよ。はい、あ、抜けた。ダメだ。うーわお。高切れした、高切れ。今ですね、仕掛け交換終わりました。ハリス一広班、誘導ヤビ浮き00号です、ね、来た来た、よし来た。嘘でしょ、今嘘でしょ。結構当たるんだよね、これ今この手前で当たる。これ当たるよ。当たる当たる当たる。いけ。いった。ここから入っていけ。当たれ。当たってる。どっちだ。ダメか。ダメだね。ダメか。魚かこれ。魚だね。乗ってるね。乗ったね。よし、行ったよ。あれ、これだけどちっちゃいぜ。これはちっちゃいよ。こんなんじゃないもん、さっき。いや、絶対君じゃないよね。さっき君じゃないんだけど。ごめん、はい。ちょっと待って、ちょっと君はちょっと大きくなってからでお願いします。さよなら。行ってくれ。もうあと30分ぐらいしかありません、時間が。もう30分なんとか。最後の最後に来てほしい。よし、また入りましたね。しっかり食い込め。もっと入れ、もっといけ。よし、また乗ったけど、これも小さいよ。これも小さいよね。まあまああるか。お、まあまあある。うおー、うわ、来たよ。なんかネジなしょこれ。アイゴか。アイゴなんだ。よいしょ、ぶり上げます。ごめん。アイゴくん、君か。あれ、まさかさっきの君じゃないよね。はい、アイゴくん、ありがとうね。おいしょ。今のアイゴだったら、さっきのもアイゴのような気がしてきたよね。よし、まあ、ゆっくり入ってて、今のこれ当たりですね。当たってるんですよ、今。当たってるんだけど、あれ以上いかない。
一瞬下触ったのは間違いないですね。で、何が来てるのこれ。よし、出て出て出て、よしよし、飛び込め、よし、乗った。なんだ、これはなんだ。これは本当に愛護か。叩くですよ、叩くね。でもないけど、ちょっと入れましょうね。あ、これ多分貴重な時期なんで。よいしょ。さあ、来い。さあ、来い。さあ、来い。来い。よーしゃー。貴重な一匹。30近くあると思うんだけどね。ああ、そんなにないのこれ。あるでしょ。30ぐらいありそうだね。ね。よいしょ、よいしょ、ほら、取れた。よいしょ、よいしょ。お、30超えた。あ、30、3、4センチありますよね。よかった。